こんにちは、ジーナです。今日は前回の続きいきましょう。今週のコンビニ新商品のパンとスイーツの後編をお送りしたいと思います。買ってきた商品はこちら。まずローソンから行きましょう。ローソンは今週うちカフェとあの信玄餅で有名な桔梗屋とのコラボスイーツ2点発売しています。ではまずこちらから桔梗信玄餅ロール。もうね、今日これが買えなくて、もう一つ後でドラ餅やるんですけど、ドラ餅の方はね買えたんですよ。うちの近所ねローソンが3つあるんですが、3つともねドラ餅はあったんだけど、このロールケーキの方がなくって、久々にこれウーバーで頼みました。これ1個頼むのにいくらだったっけ、780円ぐらいかかっちゃった。だからもうお金がかかってますこれ。はい、中から出すとこんな感じです。今ね袋開けた途端きな粉の風味がうわっときましたね。生地の中にはこれきな粉クリーム、そしてね真ん中に牛皮が入ってます。そして黒いのはね黒蜜ソースですね。牛皮以外のところまず食べてみます。あ、やっぱきな粉が強いな。全体的にね、しっとりずっしり、おいしい。信玄餅のあの包みを開いた時の香り、そして食べた時の味、そのまんまですよ。きな粉とこの黒蜜の風味がしっかりきて、全体的にちょっとしっとりしてるから、それがなんかね、なんとなくあの信玄餅のお餅のような、ああいう食感すらね、イメージさせます。じゃあさらにこの牛皮と一緒に食べてみます。もうお餅が入ると信玄餅そのまんま。ただやっぱりこれ今回ロールケーキじゃないですか。この生地のね食感、本当にしっとりなんですよ。それがねすごい活かされてると思う。ちょっともちっと感じる生地がね、かなりあの信玄餅の餅感を出してますね。きな粉ベースで黒蜜が効いてて美味しいです。はい、ではこちら行きましょう。同じく桔梗屋とのコラボですね。桔梗信玄餅ドラ餅。はい、中から出すとこんな感じです。まあ、見た目はいつもと同じです。はい、断面はこんな感じです。中にはきな粉クリームと、こちらにも牛皮ですね。そしてちょっとねこの断面だと見えづらいですが、中にね黒蜜ソースも入っています。きな粉クリームに牛皮に黒蜜ソース、さっきのねロールケーキと構成は同じなんですよね。ただこれがねドラ餅になったらどうなるんでしょうか。こっちはねきな粉がそんなに前面に来ないですね。これいつも言うけど、これやっぱドラ餅の生地がすごい香りが強いんですよ。なんかやっぱりそれがメインにあって、アクセントに黒蜜を感じます。できな粉クリームはね、このミルク感はもちろん感じるんだけど、きな粉の風味自体はねこの生地の風味にちょっと負けちゃってるかなって感じはします。だから印象として届くのはこのドラ餅の生地の風味に黒蜜ソースで、食感はね今度は生地のもちもち感が真ん中のこの牛皮に負けちゃってるんですよ。なんかねパワーバランスがうまく測れてないような、そんなイメージですね。信玄餅のイメージはやっぱねロールケーキの方が断然強いですね。あくまでドラ餅という商品がもうメインにあって、でそこに信玄餅風味をプラスしたよっていう、そのニュアンスの方がね近いような気がします。ただドラ餅の生地にこのきな粉の風味だったり黒蜜の風味だったりはもう全然合うんで、これ自体はね美味しいですね。ぜひ興味のある方で食べてみてください。はい、こちらもローソンです。ベイクド生カスタード。はい、こちらにはおなじみカスタードになるために生まれてきた卵プレミアムエッグが使われています。はい、中から出すとこんな感じ。めちゃくちゃ香ばしいいい香りがしてます。はい、断面はこんな感じです。なんだか色が濃いですね。卵が濃い。さらに食感もねギュッと詰まってます。なんかねチーズみたい。チーズケーキとかじゃなくて普通のチーズ、そのくらいの密度ですよ。さっき袋開けた時はねもうなんかバターのようなすごい濃いコクを感じるような香りだったんですよ。だからなんかカスタードっていうよりはバターケーキのような、そういう味をイメージしたんですけど、食べたらねもう完全に卵。
で、マンヌ生地があの香りと同じくすごい香ばしくって、そこがねアクセントになってます。ただ強いて言うとね、周りのこの生地の香ばしさがそっちもそっちで濃いんですよ。カスタードをじっくり味わいたいっていう意味では、そこがちょっと邪魔に感じる人もいるかもしれないですね。そのくらいね、この生地の香ばしさが強い。まあただ組み合わせはいいです。生地の香ばしさとカスタードの卵の香り、すごく合ってます。ぜひ試してみてください。はい、ではファミリーマート行きましょう。バタービスケットサンドの新作です。今回はラムレーズン。ラムレーズンも再登場ですよね。私レーズン嫌いなんですけどね、ラムレーズンは好きなんですよね。あのラムの香りがすごい好きです。はい、中出すとこんな感じです。ラムのいい香り、そしてレーズンゴロゴロ入ってますね。はい、断面はこんな感じです。うん、あ、中のクリームがね、なんかバニラアイスみたいな味がする。すっごいミルキーに感じますね。プラスそこに強いラムレーズンの香り、おいしい。すっごいラムの香りが強い。もうまるであのバニラアイスにラム酒を落としてね食べてるような、そういうちょっと大人クリーミーな味ですよ。でバタービスケットはしっとり でそこにあのレーズンのねちょっとプリンプリンした食感がきて、この間もあのブランデーとチョコのね組み合わせ、あのいいなって話したんですけど、本当になんかね洋酒ってスイーツにめちゃ合う。チョコだけじゃない、こういうねクリームにもすごい合いますよ。まあ前と一緒かもしれないけど、あの変わらず美味しいです。ぜひ試してみてください。はい、こちらもファミリーマートです。チーズ餅3個入り。はい、中から出すとこんな感じ。今チーズのめっちゃいい香りがする。これクリームチーズやパルメザンチーズ、そしてね牛乳なんかを練り込んで作ったお餅だそうですよ。はい、断面はこんな感じです。これ私イメージしてたよりずっとなんというか濃密な見た目ですよね。わ、思ったよりずっと濃厚だった。おいしい。もう本当にさっき言ったあのクリームチーズとパルメザンチーズ、そこにあの牛乳っていうか本当練乳みたいなめちゃコクのある濃厚なミルクをこう混ぜ合わせたような、そんな感じ。たまにこういうあのお餅スイーツ出てくるじゃないですか。それでイメージしてたものよりも10倍ぐらい濃厚だった。お餅をチーズ風味にしたというような感じだと思ったんですよ。全然違った。もうまさにそのままチーズなんですよ。チーズをお餅のような食感まで練り込みましたっていう、それが近いと思う。ちょっとまた新しい感じのねスイーツ出てきちゃいましたね。チーズ好きの方ぜひ試してみてください。はい、じゃあセブンイレブン行きましょう。カカオ 72% のチョコ使用ショコラロールケーキ。これも再登場ですよね。すごい美味しかった覚えがあります。はい、中から出すとこんな感じです。ココアロール生地に中にはチョコホイップ、そしてねちょっと色が濃く見えるところがあると思うんですが、そこがねほろ苦なチョコソースだそうです。もう口に入れる瞬間からねカカオの風味があって、口の中に入れるとちょっとほろ苦からきますね。本当に中でビターなチョコ風味がいきなりきました。で食べていくうちにだんだん甘さが広がってきて、さらにあのチョコの風味がね口いっぱいに広がる感じ。美味しい。ちょっと今ねチョコソースが多めのとこからいっちゃったからかな。ちょっとチョコホイップ多めでもう一口。いや、やっぱりねビターですね。すごいいかにもハイカカオっていうカカオの風味とほろ苦さ、それがもうね口に入れた瞬間から食べ終えた後の後口にまでずっと残りますね。ビターな、ね、チョコが好きな人はねこれたまんないと思う。普通こういうねホイップたっぷりのチョコケーキってやっぱ甘いじゃないですか。こんなねクリームもりもりのチョコケーキでここまでビター感感じるってねそんなないと思うんですよね。私ハイカカオも好きだしビターチョコも好きなんで、これはね嬉しいですね。かなり大人なチョコケーキだと思います。はい、カカオ 72% のチョコ使用のショコラロールケーキ、私の感覚ではね 72% よりももっと上に感じました。そのくらいのハイカカオ感、そしてビター感ですね。気になる方はぜひ食べてみてください。はい、最後こちらもセブンイレブンです。桜餅。今週はねローソンでも桜餅がねあの3つ入りのものが出るんですよ。今日それで、ね、食べ比べしたかったんですけど、だからそっちはね買えませんでした。ローソンで桜餅って珍しいなと思ったんで、気になる方はぜひそちらもチェックしてみてください。
はい、中から出すとこんな感じです。上にはこれ桜の花のね塩漬けが乗っかっています。はい、断面はこんな感じです。これ中はこしあんですね。この周りのもち米の部分が あまり潰されてないっていう言い方が正しいのかな、なんかちょっと粒感を感じる、そういう見た目ですよ。うん、優しい桜の香り。今桜の花の塩漬けが入ってる方を食べたんですけど、それでもねほんとほんのりで、そこにその塩漬けのねちょっと塩気がちょっと加わってきて、桜も優しいし中のこしあんもねすごい柔らかめでね優しいです。さっきも言った通りこれ粒感もある柔らかいもち米なんですよね。でさらに中に柔らかめの優しい甘さのこしあん、本当にねお上品な組み合わせです。でもかといってね全然あっさりじゃなくって、しっかり抑えるべき風味甘さはね感じられます。でさっきも言ったけどこの塩漬けのねその塩味がちょっとアクセントになってて、それも美味しいです。私こしあんあんまり好きじゃないんだけど、このこしあんの使い方はいいなっていうふうに思いました。はい、もうセブンは和菓子はねもう外れがないので、この時期しか食べられない桜餅ですね。好きな方はぜひ試してみてください。はい、ごちそうさまでした。後編も美味しくいただきました。今回のおすすめはですね、まずはローソン信玄餅コラボですね。ドラモッチとロールケーキあったんですが、私はね今回はロールケーキ推し、あくまでも信玄餅とのコラボというところを踏まえてなんですけれども、ロールケーキの方がねすごい信玄餅らしさが出てました。ドラモッチはねやっぱり、ね、生地が強いんですよ。だからやっぱりねどこまでもドラモッチなんですよね。ロールケーキの方はね食べた瞬間からあの信玄餅を思い起こさせるような風味、そしてね食感でした。きな粉の風味がねしっかり効いてて、それも良かったですね。あとですねファミリーマートのチーズ餅、もうチーズ風味のお餅っていうよりはチーズでした。すっごいチーズの風味も強くて、あとなんかね濃厚なミルク感も感じて美味しかったです。あとセブンイレブンのショコラロールケーキも良かったですね。ただ思ったよりずっとビターだったんで、あのビターチョコが好きな方にねぜひ食べていただきたいです。はい、というわけでですね前編後編終了いたしました。今週ねまだまだ動画出そうと思ってます。もう月も明けたのでねマンスリー系も行きたいんですけど、ちょっと桜スイーツをね続き行きたいと思ってまして、あの先日インスタでアンケートを取ったんですよ。あのカルディとあと無印どちらも桜スイーツ出してるんですけどどっちがいいって、あのアンケート形式で聞いてみたらすっごいデッドヒートになっちゃって、途中で経過報告出したんですよ。ちょっとカルディが勝ってたんだけど、それ出しちゃったもんだから、あの負けてる無印派の人たちがもうガンガン投票を入れてきて、一時本当にね半々ぐらいまで行ったんですよね。まあ、最終的にはねカルディが僅差で勝ったんですけど、これはちょっとね両方やらなきゃなっていう気持ちになりました。というわけで今週はですね早速そのカルディの桜スイーツのレビューをやりたいと思ってます。そちらを先に出すか、またはスーパーのパンが先に出るか、ちょっとそれはタイミングによって考えますけれども、できれば両方今週末に出したいと思ってますので、ぜひ気になる方はお楽しみにお待ちください。この動画良かったなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、では今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしています。ジーナでした。